題のつくも市街か。なるほどね。この体だとこういう声になるのか。危ない危ない。お金は人を狂わせるってあながち嘘じゃなさそうだ。大事に使わないと。そうだ、ちょうどあれを持ってきてたんだっけ。どこにあったかな。あったあった、奥様戦隊バーゲンジャーの限定根付けストラップ。地上に着いたら絶対使いたいって思ってたんだよね。あくまで冷静に、ダンディー。待ってろよ悪人、早々に見つけ出してきっちり構成してもらうからな。すまなかったね。十分に注意して歩いていたつもりだったんだが。何だったんだ今の。こんなに広い道で正面からぶつかってくるだなんて、不注意にも程があるぞ。こんなことってありなのか。まだ30分しか経ってないっていうのに。それに、あのストラップ限定品だったのに、どうにかして取り戻す手はないものか。すまん、今毒用って。おっと、そんな強く。いた。助かった。なんで今まで気づかなかったんだ。ここは地上なんだから、困った時にはおまわりさんじゃないか。すみません、さっきそこでどうも財布を取られたようなんですが。で、あれ、どうも。まあまあ、そんな慌てちゃって。なんかありましたかね。つくも警察署生活安全課巡査部長の木船東馬です。何かあるんなら聞くだけ聞きますよ。休憩中なんでタバコ吸いながらでよければですが。あいにく俺は交番のおまわりさんじゃないんで、役に立てるかどうかは微妙ですがね。あのすりは確かこっちからぶつかってきて、それからあっちに向かっていったんだよな。よし、
あっちから来たからこっちで、ん？いや、この道はもう探したか。なら今度は、ダメだ、わからん。おじさん、なんでさっきから同じところばっかりぐるぐる回ってんの？もしかして迷子？この辺り結構入り組んでるからね。どっか行きたいなら道くらい教えてあげるよ。ああ、ご親切に。どうもありがとう。実は人探しをしているところでね。確かこっちへ逃げてきたはずなんだが。人探し？逃げてきた？なんだか物騒な話だね。何があったの？仕事の関係で、俺ここらはよく来るからさ。もしかしたら知ってるやつかもしれないし、おじさんさえよかったら教えてよ。何？そんなジロジロ見て。俺の顔なんかついてんの？やだな。恥ずかしいことなんだが、さっきそこでスリに会って財布を取られてしまったんだ。帽子をかぶった若い男だったと思うんだが。マジで？それで一人で探してるってわけ？はあ、歳の割になかなか無茶なことするね。警察には行った？もちろん交番には行ったよ。だが残念ながらどうも皆さん忙しいみたいでね。あまり手を煩わせるわけにもいかないから。いい人なんだね、おじさん。お人よしっていうか、騙されやすそうっていうか。そりゃ警察にもスリにも舐められるよな。でも俺、おじさんみたいな人嫌いじゃないかも。ねえ、名前は？俺、天満幸春。幸って呼んで。ここらで掃除屋やってる。よろしく。僕は安住善だ。安住でいいよ。掃除屋か。なるほど。だから君、ゴミ袋なんか持ってたんだね。ああ、悪い。嫌だった？まあ、許してよ。その分、役には立つと思うから。職業柄、掃除屋ってのは、町の事情に詳しいんだ。安住さんが会ったっていうスリだって、もう大体目星ついちゃったしね。そいつ、マジで金にしか興味ないからさ。財布の中身だけさっさと抜いたら、あとはポイ。だから、なかなか足がつかないんだ。うまくやってると思うよ。随分と詳しいんだな。でもなんでそれを天満、いやユキが知ってるんだ？警察でさえわからないって言ってたのに。言ったでしょ、掃除屋は事情通だって。そいつが財布捨ててくとこ俺何度か見てるんだ。ついでだし案内してやるよ。何をしてるんだ。そんなことしたら手が汚れて。何言ってんの。これが俺の仕事なんだから。どう、なくなった財布この中にありそう？いや見当たらないが。すまない、僕のためにこんな。いいよ、どうせ後で回収に来るとこだし。やっぱり財布はなさそうだな。残念、外れ。この袋じゃなかったっぽいね。こっちの袋も開けてみるか。安住さん、ちょっとこっち側押さえててくれる？わかった。ん？もしかしてこれは。ユキ、もう少し袋の口を開けてもらってもいいかな。
あったよユキ、君の言う通りだった。マジで？やったじゃん。ダメ元で聞くけど、中身はどうだった？多分やられてるとは思うけど。いや、ダメだ。ごっそり持っていかれてる。参ったな。なっちゃ、やっぱりね、スリってそういうところは抜け目ねえんだよな。でもこれで少しは諦めがついたよ。あてもなく探し続けるよりはずっといい。ユキのおかげだ。ありがとう。まあそう気を落とさないでさ。って、あれ、そのストラップって朝やってるアニメの。マジで、安住さん財布にそんなのつけてんの？いや、なんかイメージと全然。もしかして財布探してたのもそれのため？ああ、いや、このストラップ限定品でね。確かに戻ってきたら嬉しいとは思ってたけど、それだけってわけじゃないよ。やっば、超面白い。その財布なら普通ブランド物のキーホルダーとかさ。ダメだったかな。もう少し大人らしいものをつけてないとやっぱり怪しまれるか。いや、怪しむっていうか。俺は好きだよ、安住さんみたいな人。むしろますます好感度上がっちゃったな。ねえ安住さん、この街あんま分かってないんでしょ？なら一応これあげとくよ。困ったことがあったらここに来たら。おじさん、放っておいたらすぐ騙されそうだからさ。なんかあったら頼りにおいでよ。その店のママすっげーいい人だから。ありがとう。このお礼は必ず返させてもらうよ。約束する。いいよ、そんなに気にすんなって。じゃあ俺そろそろ仕事に戻るわ。負けずくじけず強く生きてね、安住さん。